勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は竜院の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への文、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜院は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは淀みを生む。不死のちぎりも落ち水も竜害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は竜院の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。それが。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば
幾度でも。そなたは不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギオイ、ありがとう、狼よ。不死立ちに狼よ。このアシナの城、戦況の神なる。ああ、しかし戦況とはい、うん、狼よ、そこにある香炉を見て。この子、かつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が、巫女の名はタケル様。この香炉はその奥、亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い、つまり源の光輝。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。この戦況に帰る私はそちらを探っ、おお、あのお方、狼。一心様はこのただ少し入る屋根上に忍びが使う道だが、よと、ああ、こちらの、巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう、赤色よ。あなた、してそのお主が、な、巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り、不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り、尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬものとは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば、
恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す、それが不思議りよ。不思議りはいずこに？先方寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。行くか、赤炉。伏立ち、そして戦では関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ戦に敗れる。そうじゃ赤炉よ、迷えば敗れるぞ。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか？はい、不思議りならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り？先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへ。行為。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておい。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。巫女様、子様。これは桜しず。それは流因の引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか？であろうな。狼よ、もし望むのならばこの桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった、目を。は。タケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎょい。花とは？まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため
源の好機について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効能一つであるようだ。源の水が濃く溜まった深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。その落ち谷はいずこ。城の裏手の林を抜けた林の奥にある。言葉の通りまともな道はつながってお。巫女様、これは源の功をもと、はい、好機を放つ。だがアシナの底、そういえばそこの知れぬ、あるいは探って。ああ、身投げ、そう言って。それステローの奥に、そこにいたろう、その穴に。うん、身を投げた先が、はい、鳥居をくぐった方向から、かす試しにそちらへ飛び降りてみ。わかった。そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったもの。忍びの名がつくものだ。そなたならば。一心様とも会われたよ。礼を言われた源一郎殿を。ち、そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いもの、あなたもご覧になったでしょう。落ちの当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎さん、聞いた。して、そう、今までのまるで今私はいつでもお声くすしとして。何か一つ、はい、剣の使者、剣、誰だ。お主の剣気、何のた。人は、人は、はい、ただ鬼ほんの未見の使、九郎様の不では救いするか。わしにゃ、いや、少し。なんだそれで。辛口薬使えそう。